ルイス・ファンゼルスト。ルイス・ファンゼルストは、アメリカメジャーリーグのフィラデルフィアアスレチックスで、1910年頃に、バッドボーイをしていた人物。ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。アスレチックスを率いていたコニー・マックが、幸運のお守りとして、チームに帯同させていた。ニックネームは、リトル・ルイ。ファンゼルストは8歳の時に、 ワゴンから落ちた際脊髄に怪我を負い身長が伸びなくなり、後に痙攣を伴う背中の痛みのために背中が丸まってしまった。小さい時からスポーツが大のお気に入りで、ペンシルベニア大学の試合などをよく見に行っていたようである。1909年のある日、ファンゼルストはアスレチックスの本拠地、シャイブパークの周りをうろついていて、 アスレチックスの監督だったコニー・マックの目に留まる。マックはファンゼルストに選手たちのバットの管理はできるかと尋ね、その日のゲームのバットボーイを任せることにした。その日の試合にアスレチックスは勝利し、マックは彼をバットボーイとしてずっとアスレチックスに帯同させることを決め、当時アスレチックスに所属していたジャック・クームスとジャック・バリーに彼の世話役を任せた。 マックがファンゼルストを気に入った理由は、1900年代当時、セム氏が幸運を招くという迷信があったためで、彼はアスレチックスの選手たちに気に入られ、選手たちはこぞって、ファンゼルストの背中をさすって、演技か、次をした。明るく、賢くて、のんきな性格だったといい、当時アスレチックスのライバルだった、ニューヨークジャイアンツのジョン・マグローや、 デトロイトタイガースの監督だったヒューイー・ジェニングスのモノマネも披露していたそうである。チームに帯同するうち、ファンゼルストはライバルチームのスター選手たちにも気に入られるようになり、ナップ・ラ・ジョイ、タイ・カブ、エド・オルシュラは彼の熱心なファンだったという。1911年頃までファンゼルストがバッドボーイをしていたのはアスレチックスのホームゲームだけでワールドシリーズ以外は チームの遠征には参加していなかった。彼は1910年から1914年までバットボーイとしてチームにいたが、その間アスレチックスは4度のリーグ優勝を飾り、出場したワールドシリーズを3度制覇している。ファンゼルスとは球団から直接給料をもらってはいなかったが、アスレチックスの選手たちが出し合って、 年に250ドルほどのお小遣いをもらっていたそうである。ファンゼルストは1915年3月に突如体調を崩し診断を受けて2日後にペンシルベニアで亡くなった。ブライト病と呼ばれる腎臓の疾患によるものだった。単なる偶然か、この年からアスレチックスは7年連続リーグ再開という冬の時代に入ることになる。ありがとうございます。